ベトベト。このゲームの解説は元矢沢さん、どうぞよろしくお願いします。4-5-1のシステムですが、どうご覧になりますか？そうですね、特徴としては中盤のポジション同士が柔軟なバランスの取れたシステムといえます。シュート、決まった。先生、まあ、ビッグクラブの争奪戦になる予感がしますよね。まあ、シュート、ニューカッスルとしては、そのスペースを相手に取らせないことが最優先みたいですよね。さあ、やってまいりました。久しぶりですね。ウィニングイレブン2019、絶対に負けられるテクニック講座。これ変えましょう。回りくどい、なんかこうタイトルつけなくていい。勝ちたい、俺はこのチームで勝ちたいんだ。はい、ということで YouTube でちょっとネドベドの動画をね、プレイ集みたいなやつを見て、わあ、もうネドベド使いて、使えるならまた再開しようかなと、ちょっとね、舞い戻ってきました。そしたらね、使えませんでした。レジェンド選手を最初に出すか出さないかってこう決める欄があるんですけど、それを出さないにしてスタートしちゃったんで、もうそれ変えられないんですよね、途中から。なので、でもいますよね、スーパーネドベド、なんかそういうスーパーかなみたいな感じの名前になっちゃってるけど、作りました、エディットで。はい。で、ネドベド作って、もうめっちゃ強いネドベドがいれば、このチームももう上昇するだろうということで、ネドベド取ろうとしたんですが、予算が全然足りなくてね、獲得できませんでした。いや、なんか手はないかと、僕が考えたところ、一つあったんですよ。ネドベドの能力を落として、価値を下げて、獲得できるギリギリの価値まで下げて獲得しました。そのネドベドさん、こちらです。はい、年齢18歳。まあこれからちょっと伸びるようにしたんですけど、で総合値74、ここまで下げてやっと獲得できるようになりましたね。こんな感じですね。オフェンスセンス75。まあ基本的に前世紀のネドベドの数値から5から10落としてます。相当落としてます。はい、でもまあ結構落としたとはいえ、18歳でこれは相当な逸材なので、こっから成長するということで。はい。ということで、このネドベドを中心として、ブレインフォードプレミア一部昇格を目指してやっていきたいと思います。まあね、なんか、もう一つね、プレミア一部に鹿島アントラーズで殴り込んでみたみたいないう動画もちょっと考えたんですけど、ちょっとね、このチームを、てかこのチームというかね、この監督に、愛着が湧いてるのかわかんないんですけど、なんかこのチームで勝ちたいっていう気持ちが強くて、それではライバル戦行きましょう。ブレインフォード対スウォンジーでね、スーパーなんですよね、表示が。まあ結構ね、総合値全体的に上がってきてますから、もう2年目ぐらいかな、勝てなくちゃおかしいっていう状態なんで、さあやっていきましょう。久しぶりー、テラリン。OK。この序盤両チームともまだ探り合いをしているような感じです。いいよ、抜きに行くか。いやー、ちょっといける。ドン、キャー、 OK、 これは取れるでしょ。はい、いいね、ネドベド、いいスルーパス。仕掛けるか、キャッスルダインからアルカス。浮かせる必要なかったけど、まだある。やばい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 ね。いやー、これは OK、 強い、いいね、いいね、ネドベド。いっちゃいなさい。サイドを使います。パスの効果。シュートもあります。カット。いいね。スルーパスを出す。いやー、きつい。危ねえ。危ねえ。出るー。え、どうした、どうした、どうした、これどうした、
一旦前を取る。裏へ届く。オッケー、オッケー、オッケー。お、いいね、いいね、いいね。ベドベドちょっとね。さて北澤さん、お気にカウンター。ああ。さあ繋がるか。スワンジーとしては守備の裏のスペース。これはファールだろう、どう考えても。いいよ、キャッスルターン、キャッスルターン、キャッスルターン。前に行きたい。スルパス。来た。打った。ブイ。うわあ、むずいか。ぶねえ。キャッスルダイン。あー取られる。ってあきついきつい。あーみんなが寝止めのについてこれてねえな。縦へのボール。この終盤振り返るとチャンスシーンは両チームともあったわけなんですが、これはえうわまあまあまあ完全にフリーだったからな。全然前線からプレッシャーかけたいところですよね。これ仕掛けるか。スペースへ出す。いやー時間使われる。うわーやばい。ユナイスキー1分大きく縦へ。ネドベド裏へのスルーパス。届く。うわーみんなついてこれないよネドベドに。でもまあだって1年目なんてもう24位、最下位の最下位だったからね。最下位を抜け出してる時点でも相当すごいと思うんですけど。マジか。ちょっとね、ゲームフライ、なんか、ツートップがいいみたいなね、ちょっと聞いたんで、ツートップにちょっとしてみましょう。ネドベド、こんなもんで。軽減、ティキタカはね、ちょっとあれなんだよね。入れてみますか。オッケー、これで行ってみましょう。ちょっと強豪ですけどね今回。じゃあ行ってみましょう。さてい勝ちましょう。トップいいね、いいね、走り出すね。やっでなんでよっうわっうわ非常に前線が機能しているチームです。1人オッケー、うまい、うまい。スルーパスを出す。あー惜しい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 。ああいけるか。もう、いや、いいんじゃない？動けてんじゃないですか？いいね。うわぁ！素晴らしい！あ行縛り。さ、いい戦いです。ただ、決定的なところを外している。ダメだな、選手一人一人の個性をちゃんと確認しながらやんないと。ロングパス全くできねえやつとか全然変な方向飛んでっちゃうからな。アルカス、いいね。ネドベド来た。もう一丁。おう、うまい。こういった場合どういう攻め方が効果的なんでしょうか。まあ方法はいくつかありますけども。いいね、いいよ、人数勝ってるな、勝ってる勝ってる勝ってる。サイドから浮き出ます。ドゥンペイ。誰もいねえんじゃねえか。どうする。キャッスルダイン。オッケー。さあカウンター。この時間に1点が欲しい。来た。あべ自分で行く途中と。よっしゃ、いや、よっしゃ、いや、あぁ、あ、ダメ、あ、まだある、まだある。仕掛けるか。どうだ。ドン。ぶわー、やべ。いやー、おー、危ねえ。ネトさん。
オッケー、来た。さあ左上がっていく。どうだ、スーズー。で、これいける。ああ。パスパス。カッチ。このパスが抜ける。勝負のシーン。やべ。危ねえ。カウンターを仕掛けます。ああ。オッケー。チャンスでしたけどもね。ああ。時間ありませんから。危ない。どこでしょうね。イエス。抜けた。来た。はあ、ダメダメのさ。めっちゃ攻めてるよ。惜しい攻撃でしたけどもね。このまま終わっちゃうかな。いけ。あ、なんで走っとけよ。これは奪い返します。け。ジョルザ。ジョルザから大きく縦。いけ。サイドのスペースへ走る。いけるいける。いいとこありますよ。誰もいねえ、人がいねえ。来た。撃て。うん。ねえ。すごい頑張りました。いや、ツートップめっちゃよくね。これめっちゃ押してたでしょ。ほら。だって相手シュート3だよ。こっち11。それだけ決定力がないってことでも言えるんだけど。前だったらシュートすら打てなかったからね。あ、1位だったんだ、これ。ストークシティ。うわ、1位にあの推しはもう、リーグ優勝でいいでしょ、もうこれ。